腹筋500回よりもお腹が痩せるスクワットということで紹介していきます。つい気になる部位のエクササイズを選んでやってしまうと思いますが、やはり大きな筋肉を鍛えるメリットというのはすごくあります。特に足に関しては、体を動かすのは足から動いていきますから、股関節周りの筋肉、お尻、太もも、ここをしっかり鍛えることで、体がテキパキ動き、日常的な消費カロリーが上がります。なおかつ、大きな筋肉を使ったことによって、回復の過程で摂取した栄養が脂肪ではなく筋肉に行きやすくなりますので、大きな筋肉を鍛えることをお勧めします。そこで今回は、フロッグスクワットを紹介します。このスクワットのいいところは、スクワットすると足が太くなりやすい、前ももが張りやすい、そういった方でも大丈夫なスクワットになっています。そして、太ももでも大きな部分をしっかり効かすことができるので、通常のスクワットよりもおすすめです。回数ではなく、マイペースで30秒間スクワットを行ってみましょう。3回でも5回でもいいので、一緒に動画を見ながらやっていってみましょう。そして今回のスクワットのポイントは、股関節をしっかり開いてスクワットを行うので、そこのストレッチをまず行った後にスクワットに入ります。スクワットで膝が痛くなる、前ももばかりに効いてしまう。そういった方はまず、足首から膝の角度が悪いんです。股関節がいわゆる広がらずに、お尻に力が入らずにスクワットを行っている状態になります。そこで今回は、まずフロッグストレッチ。正座から足を開いて、肘をついて、お尻を上下に動かして股関節周りをストレッチします。まず30秒間揺れてみましょう。それでは行きます。スタート。しっかりね、膝を開いて、股関節周りがストレッチされるのを感じてください。しっかりね、自分の伸びる位置っていうのを見つけてもらって、そこでキープ、気持ち体を動かしたりして、よく伸びる位置を見つけてください。はい、 OK です。今度は足の裏を合わせて、つま先を手前に引き寄せて、膝を手で押さえて前かがみです。いきましょう。スタート。これでお尻周り、股関節のストレッチです。さっきとは反対側のね、ストレッチになります。体が硬い人、股関節周りが硬い人ほど足が張ってきたり太くなったりしやすいので、しっかりストレッチを行った後にスクワットをすると、太くならずに理想の足になって代謝が上がります。はい、 OK です。それではフロッグスクワットに入りましょう。これはとってもフォームが大切です。見ながらやってください。普通通り足少し開いてしゃがんでみてください。この時に足首硬い人はこうなっちゃうと思います。そして頑張ってかかとをつけても後ろに倒れそう。そういった方は足を少しずつこうやってね、開いてみてください。これが今カエルのポーズになります。この位置から水平までの位置をこのように動きます。必ず膝を後ろに持っていってから立ちます。降りるときはちょっと内側に入ってもいいです。この膝を後ろにした感覚っていうのが、お尻に手を当ててもらって、膝が内側になっているとき、膝を開いているとき、お尻を触ってもらうとわかると思うんですが、膝を閉じるとここの部分があまり出てないです。膝を開くとここが盛り上がると思います。お尻の部分が膝を開いて盛り上がった状態で、このように動きます。手は疲れた時に手を使って床を押して足の補助をしてください。全然いけるよって方は手は床をあんまり押さずにタッチする感じで動きます。これを30秒間いきましょう。結構辛いですが、マイペースでいいです。疲れたらしゃがんだまま休んでもいいです。膝はとにかく開いてください。それでは、いきます。スタート。これでね、結構地味なんですが、膝しっかり開くとお尻にね、効いてくるんで、もうきつくなってきた。あんまりね、上に上がらないように、上がりすぎると前ももを使うんで、足の位置もね、ちょっと広げたりとかして動いてください。効く。 OK。いやー、きつい。フロッグスクワットつらいですね。多少やっぱりね、この部分も使うんですけども、根元とお尻がしっかり使えてるんで、ここばっかり効いてるって方はちょっとつま先を開いたりとかしてみてやってください。2回目いきましょう。スタート。辛くなったらね、手でね床を押して体を動かしてください。こういう感じ。腰がね丸くなってる感じがしたら膝が内側入ってるんで、膝を開いてねお尻を突き出して動いてください。おおおおきついぞこれは。しっかり膝開いて、あーオッケー。かー、いやーきついですねこれ。低い位置なんでねすごい辛いと思います。よっしゃ頑張っていきましょうか。ラスト代謝を上げていきましょう。それではいきます。スタート。これで軽く動いて、手がねつかなくてできる方はねこんな感じで手なしで床軽くタッチする感じで、前ももがね少し痛くなる場合はちょっとストレッチもされるんでね痛みがあるかもしれません。あーキック、あーてじゃあ痛い。お疲れでした。いやーしっかりねこれ効きましたね。まあ確かに膝上の部分も全く使わなかったっていう感じよりはちょっとやっぱり引っ張られたり使った感覚がもちろんあるんですけども、今回は低い位置で動いているので膝上よりもできるだけ太ももの付け根の方のね筋肉、そしてお尻の筋肉を使った感じがあると思います。足は気になるからあんまりしなかったよって方もですね、たまにはこういったメニューをやってみてください。足のメニューをやるおすすめは週に2回動画を見ながらやってもらえたら代謝を高く保たれて痩せやすい体質を作ることができますので頑張ってみてください。グッドボタンやコメントもよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。